チキこんにちは、コウキ TV のコウちゃんです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もお願いします。今回はリュウソウジャーのおもちゃウェブの情報を紹介したいと思います。スーパー戦隊おもちゃウェブの方もね、6月1日になって、うん、新しい情報だね。新しい、そう、6人の勇者、戦士、そうこれね、勇者が増えたよ。新しい戦士、竜装ゴールド。このね、竜装ゴールド関係のおもちゃの情報が解禁されたから、こっちも見ていこうね。うん、まずはこっちから見ていこうか。変身グッズの方からね。ゴールドの記者から今度はワニになったね。ガー、これはワニではない、ね、リュウ、重さがつく恐竜って何かあるのかね。ちょっと見ていこう。恐竜になったんや。チーフは何かね。デラックスモサブレード。お、なんか出てきたね。ね、これはちょっと先なんよね。6月22日に発売されて、モサブレード回りそう。何やろ、回りそう。相手を回らせて目が回るんやろ。目を回らせるんかな。だってさ、ソウルそんな感じあったもん。目が回っとったもん。デラックスモサブレードが登場。うん、うん、すごいね、モサブレード。あ、これは武器の方なんじゃん。これ竜装ゴールドの武器やね。いや、こうガチャガチャってできるんかね。できるやろ。牙が振動って、うん、ガチャガチャやるんよね。これは、あ、さっきの一番最初これね。うん、で武器なんだこれ。あ、これが目が回るやつか。うん、風車やった。今ここが風車になってた。目が回っちゃうのかね、風車。ほら、あ、ほんとだ、目のとこ、ここね。うん、よびくに。あ、こら、風車おっとるやん。ほんとじゃ、ここの武器ね。これ詳しく出てくれないかな、竜装ルは。竜装ルを装填、刺すんじゃなくて、ここにカチッとセットするんじゃ。いただきモッサ。いただきモッサ。いただきモッサやろ。なんでモッサになったん。いただきモッサ。レバーポンプアクションでパワーチャージ。何？レバーポンプ、ポンプか。そう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 。出る出る出る。出るじゃない、来るって書いてある。だってこうじゃん。あ、ではあの感じか。そう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 。山が2つ。そっか。来る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 。どん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 来る。何が来る？ってなって、うわー、鉄砲が来た。合体するんだよ、モサチェンジャーと合体もできるよって。合体したらモサブレイカー。先にちょっとこの武器の方を紹介したけど、これ見ていこうか、モサチェンジャーってやつ。うん。これ竜装ルね。風車や、やっぱり。風車ね。目が回ってますね、うん、モサブレード、これがモサブレードね。ちょっと待って、先にチン、もう一個下の方かな。あれ、何、あ、リュウソウルセット04も来るんか。ブタブタソウルって書いてあった。こっち見よう。わ、なんかいっぱいあるやん。これブタブタソウル書いてあったよ、確か。竜装バックル G っていうのも出るんじゃん、竜装ゴールドがつける。まずはでもこっちやね、モサチェンジャー出たよ。お、まずこれからいこうか。これが竜装ゴールドにチェンジする銃です。パキュンパキュン、ゴールド竜装ル、前がいいね、ゴールドリュウソウルのセット。ん？いくよ、ドンガラハッハ
エッサ、オイサ、ノッサ、モッサ、ノッサ、モッサ、ノッサ、モッサ、モッサ、サッサ。すごい音声だね。うん。わっせい、わっせいとはちょっと違うんじゃん。いや、ちょっとやないけ、全然違うけ。どんがらはっかってどっから出てきたよ。バイザーを大回転させてザッパーン。ザッパーン、やっぱりワニがザッパーンやね。ビリビリソールをセットするとヒレが上がる。あ、形変わっとるやん。ここサメなんか。これサメなんかで、ね、何がモチーフなんやろ。やっぱりサメなんじゃない。モサなんとかっていうのおるっけ、そんな恐竜。え、モササウルス。恐竜の本にモサなんとか。モササウルス。サメの字。オープンアクションでリズムを刻め。ノッサモッサメッサ。あ、これさっきと一緒よね。合体させたらモサブレイカーっていう名前に変わるんじゃん。モサのブレイカー。モサブレードと。これがゴールドリーソールです。これチェンジャーつけて変身するんやん。これ何、これさっき書いてあったビリビリ何回ね。ビリビリソール。あ、ビリビリソールね。これビリビリソールじゃん。電磁波すごいかっこいいよ。なんかこれ見た目、うわーすげえな。これがセットになってるってことだよね。上行って、上ないよ。一個上、あのブタブタソールみたいなのあった。あ、これね、04。これもちょっと見、プクプクソールやん。ブタブタじゃなくて、やっぱりプクプクソーセージかな。あれ逆ソールと危険ソール、危険、危険ソールやん。危険ソール、危険ソール。新しいライドウォッチは逆ソール、プクプクソール、危険ソール。プクプクってここが膨らんどるのかな。逆ソールは矢印やね。相手を、これ耳、耳やん。危険ソール、ずいぶんでかい耳やな。これもリュウソールセット04で発売されます。あとはこのバックルね。バックルにもなんか流ソールある。バックルもね、流ソールつくよ。これは何かな。いろんな流ソールつくじゃん。これか、柔らかそう。相手がわーってなるんじゃない。あ、見て、剣が柔らかくなった。ふまふまふまってなった。これ柔らかそうだね。タコや、タコや。目のところもキューってタコやん。ね、それを言ったらネバネバそうやん。青いバックルもかっこいいね、青色っていうのも。うん、この前は金やったっけね。金と黄色と白が、ね、うん、剣もつけれるんや。うん、これもね、つけれる、セットできる。あのモサブレード。はい、というわけで今回は流装ゴールドの情報について紹介しました。ガシャポンのリアルチェンジ流装ジャー02で、あ、モサチェンジャーとかモサブレードとか出てくるんじゃ。ちょっと待って、モサチェンジャーにしてよ。え、なにこれ、外装。というわけで6月22日もとても楽しみです。またこれもレビューしたいと思います。それじゃあ次の動画もまた見てね。バイバーイ。流装ゴールド、モサ、あ、モササウル、モサプリド。ちなみにね、モササウルスでちょっと調べてみたらこんなん出てきた。これや、いや、こうちゃん言った通りやん。サメみたいなやつ、これこんな感じの恐竜だし、日本の海を支配したモササウルスだって。
やばいな。これがモチーフなんやね。あ、わかったわかった。見てすごいよこれ。え、これサメを追っかけようやないもんこれ。うわ楽しみや。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまた見てね。バイバーイ。イエー。